誕生日12月ライブ1日目盛り上がっていきましょう。イエーイ、皆さんおはようございます。妄想委員会です。イエーイ。おそらく社内史上最速となるでしょうこのライブ。朝から一番皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。皆さんお手を挙げてください。手を挙げて。難攻不落がある。
の心は石のまま、どうも電車に揺られてる。そんな君に乗り込んで初めて見るのなのよ。服もカバンも新しい、車両に春風が吹いた。ただ自分の最後が生まれ変わる、何かが始まる気がしない。どうせ続けばまた君を見てる、瞬きの日は絶え。毎朝JK に恋をしてしまうわけです。で、その JK と毎回電車鉢合わせになって、あの子が読んでる本って何やろ、あの子が聴いてる音楽、バンドって好きなバンドって何やろって言って、なんか勝手にリサーチして、ストーカーまがいのことですね。いろいろ本屋とか行って、その本を探して。で、よっしゃ、これで好きなこと近づけると思ってたら、その後実は彼氏がいて、
聴いてる音楽なんやろって悲しい最後でした。皆さん、あの電車通学してる方とか気をつけてくださいね。それも恋愛の曲で別れの曲なんですけど、まあずっと付き合ってた彼女がいて、その子に突然、まあ未来見えないから別れようって言われるっていう、まあそういう悲しい曲で、まあ男の方はまだまだ全然未練がましい、まあちょっと彼女を憎んでねみたいな、そんな感じの曲です。聞いてください。純愛ゆえに性悪説。冷め切ったその目線、思い出すたび泣いた。何回も何回も祈るよ、君よく知らないで。
この空間を夏のように暑苦しくするためになんか革命を起こします。じゃあ聴いてください、劇的夏革命。ありがとうございました。